こんにちは。どうも、ひでおです。僕の動画を見てくれて本当にありがとうございます。おぶね、そう、なんとですね、皆さん、ついに今日ですね、トレジャーファクトリーというところに行ってきて、こう物を手放してきたんですよ。まあ、実際にはいろいろあって、靴一足、一足っていうか靴、ランニングシューズしか手放せなかったんですけど、まあそんな感じで手放しをしてきて、そして買ってしまいました。ついに買ってしまいました。そう、なんと、カウンターチェアというやつを、はい、バーチェアっていうんですか、カウンターチェアというんでしょうか。買ってしまいましたという動画です。よろしくお願いします。ですね、でけえ でもいいっす。もうどんどん試していきたい僕なんで、もうこれは、とりあえず買ってよかったなと思いました。まずですね、こんな感じです。はい、こんな感じです。見えますでしょうか。はい。これが今一番小さい状態でございます。普段僕が使ってる折りたたみ椅子、これです。この机と折りたたみ椅子、これね、手軽でいいんですよ。手軽でいいんですよ。手軽でいいんだが、僕の身長とかいろいろ考えると、こう姿勢がやっぱりこう、まあ、基本的に僕姿勢こうやって意識はしてるんで、まあ、そんなにぶっちゃけ問題はないというか、このままでもいいんだけれど、どうせならこうスタンディング生活をメインにこう意識して生きていきたいんですよね。だから基本的に僕ってスタンディングで生きてたんですよ、最初。最近まで。で、最近はまあずっと座って、ずっと座ってるってわけじゃないですけど、座ったり立ったりとか、こうやって今しゃがんだりとかを繰り返してるんですけど、もっとなんかできないかなと思って、前からググってたら、そう、このバーチェアを使うっていう作戦があったんですね。で、これ結構アマゾンとかでも売ってたりとか、で、これ一応ニトリのものらしくて、まあ、トレファクで買いましたけど、なんとお値段、皆さん、ご紹介いたします。お値段なんと。座っていいですか？映らねえわ。はい、お値段ですね。なんと、ででん。1600円。はい、1600円でした。1400円だったんですけど、そこから、それ1480円だったんですけど、税込みで1628円となりました。そう、とりあえずね、じゃあこれだったら買ってみるかと思って買ってみました。はい、いかがでしょうか？ ちょっとね、画角がね、マイク伸ばすとね、マイクとかこれでやると、あれっすね。ちょっと、ここら辺ちょん切れちゃうんですけど、でもこれめっちゃいいな。その要するに動画を撮らないんであれば、オフ、プライベートっていうんですか、僕プライベートこの動画なんですけど、っていう意味で考えたらめっちゃ楽。もう後ろが、今これ、ちょっとこれ、あ、やばい、椅子ぶつかっちゃうの。わかりますか、これ。後ろが、こいつ、こいつがあるおかげで、後ろのね、この子、これがあるおかげで、しかも、ピンってなるんですよ、ほら。ピンって。だから姿勢を悪くしてるつもりなのに、悪くないんですよ。はい、で、こんな感じで回転できるっていうのもいいですよね。で、さらには、これ僕の体重あれですけど、ちょっと待ってください。こうして、ここの、皆さん、ここ、見てください、ここ。こいつを、いきますよ。こんな高くなっちゃうんですね。これ上げていいっすか？つまりは、あ、待って、これ前、スマホ倒れないで、怖い。あ、OK、これでどうでしょうか？いかがでしょうか？新しいスタイルになりました。これ足浮かんでます、今。っていうね、感じでございます。どう？これね、姿勢とか、その、なんか、新しい視野角になるんですよ。確実に、もう今、椅子型ってここですかね。この普段僕が使っている椅子。ちょうどここら辺なんですけど、それよりも今、膝が上に来てるんで、やっぱり違うですね。で、これで、体重乗せたまま、このさっきのボタンを押してあげると、あれ？あ、来た。っていう感じになるんですね。はい。これさ、こっちにしていいですか、むしろ。パソコンの。危ない。またこけそうになった。そう、このバーチャーのね、カウンターチェアってね、ここ丸いからね、そこがね、ちょっとネガティブですね、ここの。はい。まあ、こんな感じで。あ、これはこれでいいね。そう、これ姿勢がね、だから楽なんですよ。こう姿勢を悪くしてるつもりなんだけど、悪くないっていう、ほら。これがね、いいなって思いました。これで、あと机なんですよね。ぶっちゃけ机がね、これでね、逆に小さくなっちゃうんですけど、まあ、特に問題がないかなと思って。とりあえず買ってみました。
いや、これね、正直ね、前から欲しかったんで、ちょっとこれは嬉しいっす。で、これどうせあれでしょ？手放すときにさ、意外とこういうのって、欲しい人いるじゃないですか。僕みたいな人みたいな。そう、ジモティーとかに出せば、大体、こう、引き取ってくれる人とか、買い取りが見つかるんで、ちょっとこれはいいなって思いました。逆にね、ただの椅子っていうんですか。そう。よくあるような、ただのこう、椅子だと、あんまりあれな、身長がとかなるけど、このバーチェアとかだと、本当に身長高い人でも、僕みたいに身長が、168センチとかで、あんまりそんな、めっちゃ高くないっていう、めっちゃ高くないってなんだ。そう。そんな高くないって人でも使えてしまうっていう、お手軽アイテムだし、しかも僕の場合、ここね、襖じゃねえや、和、ね、これ、畳部屋なんで、そう、あんまりこれ良くないんですけど、僕の畳はもうボロボロなんですよ、実は。そう、だからね、このフローリング使う人とかにとってはもしかしたらこれはね、いいかもしれないですね。で、ここ。今、めっちゃ今、よだれ垂れそうになったんだけど。今、よだれ垂れた、俺もしかして。はい。いかがでしょうか。今、これ乗ってる状態です。あ、すごいな。これ今乗ってる状態です。これ分かんなくない？これ、スタンディングしてますって言われても分かんなくない？これ。スタンディングしてますよ、つって。いいな。まあそんな感じでちょっと今回買ってみました。これでまあ新しくこう視線が変わったりするし、普段の生活が変わるから確実にこう考え方とか捉え方とか違和感が発生するんですよね。で、僕結構この違和感とかを結構大事にしてて、その違和感がネガティブな違和感だったらあんま良くないですよ。まあ、使いづらくてももう時間がかかるし、体力も使うし、ね、もうとにかく大変だってなったらあれですけど、多分これに今使ってて思うのが、多分全然楽、逆に。そう。まあ、もちろん折りたたみの方が移動するっていう、僕結構窓辺で、こう朝太陽でセロトニン浴びるために移動とかするんですけど、まあ、それはそれでこれちょっと重たいかもしれないんですけど、やっぱ姿勢が楽。今足ブラーンって下げてるんですけど、こう足を組んだりとか、そう、しなくてもいいっていうのがいいなって思いました。はい。ということで、こんな感じで、今回、トレジャーファクトリーで、このね、バーカウンターっていうのがちょっとディスってみたいになるんですけど、カウンターチェアを購入してみました。じゃあ、そう、あとね、気づいたんですけど、これ僕、アマゾンでこれ、ジャケット買ったんですけど、まあ、若干こう、大きいんですよね、やっぱ。そう、僕の場合。で、ユニクロとかもそうですけど、トレファクに S サイズの、モンベルの、ライトアルファパーカーみたいな。めっちゃあったかくて、超コンパクトで、さらには S サイズなのに、僕のサイズとジャストフィットだったんですよ。もうね、いいなってなりました。 ただ、それを考えた時に、あ、じゃあユニクロのウルトラライトダウンでいいんじゃね？みたいな思考が生まれたりとか、やっぱ面白いですね。トレジャーファクトリーとかメルカリとか本当に便利だなと思うし、いろいろ学べることがありました。はい。とりあえず今日はこれ買ったよという動画でございます。まあ今後多分動画でこれ出てくると思うんで、皆さんよろしくお願いします。これが消えたら、あ、こいつ手放したなって思っておいてください。 あ、でもこれちょっと楽しみ、早く使いたい、もっと机とかでどういう感じなんだろうっていうのを試していきたいなと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。